こんなとこあったっけ。ねえ入れて。鍵がかかっている。うわ速攻で閉められた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれか、何めっちゃ吠えよるやん。雷やけんってことかな。めっちゃ雨降ってんな。え、あれよね。あ、そうそう、あの妹がめちゃくちゃ牧場をうろついてんだよな。最後の方で雨が降り出して終わったんやっけ。とりあえずどうかな。どうかな。あれはもしかして、ん、びっくりした、箱かと思った。あれはもしかして助けられるパターンがあるってことなんかな。私はすごくさ、何、幽霊的なやつに牛がさらわれて妹がさらわれていくのをめっちゃ影から見よったけど、助けられるパターン、でもやっぱりさ、こういうね、タイムリープができるわけやけん。きっと助けられるのではないかなと。戻すか。戻しますか。まあ、まだ二日目やしね。最初の朝。あと72時間。さ、とりあえず、どうしよっかな。狐のお面つけとる子とか、あ、おったか。あ、おったような気がするわ。この子喋れんかったっけ。でも話しかけるマークみたいな。出てないな。違う。なんかさ、時のオカリナかなんかでさ、この狐のお面つけとる子ってなんかなかったっけ。あれ気のせいかな。めっちゃ走ってくやん。いなーい。なんかカエルが。このカエルって何やった。今なんかいたな。てかここ何。ここどこ。ここどこ。こんなとこあったっけ。ねえ入れて。鍵がかかっている。うわ速攻で閉められた。こんなとこあったっけ。なんか初めて見たんやけど、何ここ。ご用の方はベルを鳴らしてください。押し売りお断りマニア。なるほど。はあ、出てきた。何マニアって。マニアの子供とかじゃなくて、この子じ、あー待って。いや、ちゃんと見て。普通さ、キョロキョロするんじゃなくってさ、ベルの方見ない。これ猛ダッシュでいかんといかんってこと。ね、ここ、私ですって。ちょっと。もしかしてこれは泳ぐパターンか。泳いでいけるかな。上がれるここ。あ、上がれるな。いや、でも走った方が早いと思うんやけどな。どうなん。さっきから浮いてる声も気になるんですけど。違う。よし。私の願いを聞いてください。仮面をつけたスタルキッドにバラバラにされてしまいました。どうか私をクロックタウン来たの妖精の泉に戻してください。この子ってさ、いつもなんか街中ふわふわ飛びおる子よね。なんでここにおるんやろ。なんでこのカエルってさ、いつもなんか何にもできんねやろうね。てかなんでここにカエルおるんやろ。なんかいつもあれじゃない？
なんか敵やっつけた時とかにさ、カエルにならん？なんでこんなとこにカエルおるんやろ。で、ここでベルをしばいてからの、入れて、おいこら。ね、もっと違うことを、あくっそ、ちょ、一旦諦めよ。くぅー。くぅー。つらい。でも絶対なんかあるってことよね。あれか、ここに道があることを知らんかったってことか、壁に見えとったんやな、きっと。なるほど。まあ、でも絶対なんかあったはず。え、多分ね、あの狐のお面、え、時のオカリナでも出てなかったっけな？出てなかったんかな？わからん。とりあえずルピー集めに行こう。よし、集まったぜ。え、今は何時よ？これ朝の7時ってこと？夜の7時？これ未だにさ、時計の見方よくわからんねえけど。あれもしかしてマニアって夜なら空いてるとかいうことない？ないかな。せっかくさ、矢をゲットしたんで、行きたいなと思ったんだけども。てかこの時間ならまだ空いとるかな。こっちか？違うな。こっちか。どこだ？まだこんだけね、こんだけみんななんか活発に動いてるんで、あ、ほら、ここでね、ここやったよね。マニア。なんかおらんかった。びっくりした！めっちゃびっくりした！ちょっとやめてや。誰あなた、マニア。部屋で演奏していたらうるせえって怒られちゃった。はあ、悲しいから昔のこと思い出そう。ああ、そうしよう。お客さん、僕はね、昔動物楽団にいたんですよ。犬とかロバとかの。なんで人がいるのか、なんで人がいるのか、それは人も動物だからさ。みんないいやつだったよ。でもね、気に入らないことが一つあったんだ。それは、怖い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 。なんで犬がリーダーなのさ。なんで犬がリーダーなのさ。それは僕が悪いのか。その犬がさ、すごいやつで、どんな動物相手でも立派な楽団にしまうんだ。ええー、すご。だから僕は盗んだのさ。え？犬のお面を盗んだのさ。リーダーのお面だから欲しかったのさ。でももういらないや。お客さんにあげるよ。何？ブレーメン。ブレーメンをもらった動物楽団のリーダーのお面、動物の子供に使ってみよう。動物の子供？何動物の子供？狐のお面の子ってこと？リーダーは教え上手でね、団員の成長、早かったな。あっという間に一人前さ。旅の学士ぐるぐるさん、団員手帳に書き込んだ。罪の告白を聞いてやった。団員手帳に書き込んだ。めっちゃ上から。なんか知らんけど、お面もらったんだけど。そんなことがあるのか。鍵がかかっている。やっぱダメだな。この時間でも叩いたら出てくる？ただの迷惑？お面、お面。あ、お面もそうやし、ちょっとあの弓ね。これか。あれかな？メイン系のやつはなんかこっちに集められとって。ん？てか、メイン系はこの4つってことか？ブーさんのお面。ね、ブーさんのお面って何？何やった？え？何でした？この大妖精のお面はあれやろ？はぐれ妖精が集まってくるみたいな。ブレーメン。動物の子供がリーダーと間違える。説明が見える。匂いを嗅ぎ分ける力が鋭く、これ誰からもらったんやった？全然記憶にないんやけど。
これ被ると大丈夫なんかな。あ、あれなんやね。演出もないんや。メイン系じゃなかったら演出もないってこと？今初めて知ったよ。カエル、話せるかな？話せないか。え、なんか魚泳ぎよる。え、ごめんね。私そこでめっちゃ泳いだけど。え、魚おったずっと。え、なにこれ？マーチ。演奏できる演奏。演奏できるんやけど。すごーい。とりあえずあれか、こっち側から撃ってみようぜ。あ。いいよ。いや、でももう、10時だな、夜の。違うんすよ、間違えた。この辺りか？この辺りか。やっぱ弓だな。え、待って、入れて。え、今さ、私がいること分かったよね。何なの？え、キュラキュラしよった割にさ、全然目の前にお客さんおっても無視やん。どういうことやねん。何？あいつ。出てきやがらね。あれか？私が戸を塞いでるからか？じゃあどうやって入るの？入れなくない？ミシンも出てこんくなったんやけど。わからない。わからないよ。全くわからないよ。動物の子供ってなんなんやろうな。犬。持ち上げれるんや、犬。え？あ、歩きながらできる。え、見て見て。あ、すごい。あれやね。演奏したらめっちゃ後ろ普通についてきた。かわいい。待って、爆弾やわ。すごい、どうでもいい。爆弾屋はどこやっけ？え、でももう多分開いてないよね。あ、ここやん。あ、開いてる？開いてるやん。やった。どうも。お客さん、爆弾買いに来た頃？ここだけの話。ほら、この店に置いていないすごい爆弾持ってる頃。だけどお客さんじゃあうちの商品は持たすぎて扱えない。あ、そっかそっかそっか、忘れてました。わざわざ呼び止めて悪かった頃。いえいえ、私がちゃんと準備をしていなかった。よし。目の前で変身。体のでかさまで。この子よりでかくなった。あ、いいところに。おめえ五郎なら大爆弾ぐらい扱える頃。どうだ大爆弾、 50LP で買わねえ頃か。買いましょう。大爆弾を手に入れた。 C で担いでセットする。大だけに威力もでかい。師匠の作った大爆弾はすごい破壊力だごろ。なくなったらまた買いに来るごろ。よし。さあ、これで大爆弾。え、もう深夜1時ですよ。こんな時間でもまだ空いてんのか。え、今深夜1時じゃないの？子供めっちゃ歩いてるけど。今って何時なの？めっちゃ子供起きてるんだけど。
何の声？鶏？犬？何の音だ？どこから出ればいいんやっけな。どこから出れば、あ、それどっちにしてもロマニー牧場に行くけん、海の方向に出るわけじゃないんやな。この音楽は君たちが鳴らしてるのかい？確実に迷惑やと思うけど。通ります。一旦朝になるまで待った方がいいんかな。誰かが悪さしてロマニー牧場への道を塞いちまったんだ。ごめんな、もう一日待ってな。いいえ、待てないので。そんな距離で大丈夫なんか。わあ、オラが壊そうと思ったのに壊れました。んで今朝の6時。よしよし、あとちょっとやんね。多分もうこの時間帯に幽霊が来ることはないんじゃないかなと思うけん、あとは8時まで。あとあっちのエリア入ったら何起こるか分からんけん、ちょっとこのエリアうろつくわ、私。来た、ロマニー牧場。え、大丈夫？何も。え、さまよってね。え、さまよってますよね。あれ？変わってない？もしや。あれ？やっぱりあれですか？ねえねえ。ねえ。え？あれ？今喋る。え？なんか口開いてるよ、大丈夫？え、口って開いとるっけ？開いてないよね。え、やっぱりあれなんかな？イベントの時間自体が決まっとる感じか？なんかそうな気がしてきたぞ。あ、あれ。エポナーもう分かってるんすよ。知ってるんす。やっぱ初日じゃないと怒らんってことなんかな。怒らんっていうか、初日じゃないと、目撃することなく、ひっそりとあのイベントが起こっとんやない。なんかありそうじゃね？そういうの。ちょっと、お姉さん、お姉さん。いたいた。ごめん、今ちょっと考え事してて。妹がね。どうしよう、大事な牛たち。やっぱり、こんなことだったらあの時ロマニーの言うことを。やっぱ初日に起こることなんや。リンクが訪ねたタイミングで起こるわけじゃないんや。え、ちょっとそういう時間指定系やめていただいていいっすかね。ってことはだ。戻ろう、初日に。戻ろう、初日に。